はい、今回もね、このミラーの、ちなみにこの方のミラーっていうのはね、ミニカー化されることは一種類だけあったけど、それ以外はないんですね。トミカではない、車重されない車種でしたね。で、これは、一番差がつくポイントは何といってもエクストリアということで、こういう感じのね、ものになっております。まあ、非常に、あれですよね、こう、当時のオプションとしてこういうものがあってね、今で言うそうだな、まあ、これダイカツだけど、スズキのほら、アルトラパンにこういうのが上ののが、ちょこんと乗っかってる車たまに見かけますけども、まあ、ああいう感じのものが、付けられたんですね。で、こういう風になっててね、だんだん私にできたねという感じで、まあ、愛着を込められますよということなんですかね。で、なってると。あと、こういう風な、当時のミラーにはこういう風なものも、できたわけですね。こういう風にちょっとこう高級感にしましたみたいな感じで、まあ、木目製みたいなものをちょっとこうつけることがね、できたんですね。こうやって木目のものをつけられるよっていうことでね。で、カーペットもこう変えられたり、シートもこういう風に変えることがまあできましたということですね。で、あとは分かってほしいな、エクストラのスポーティーな遊び方ということで、こんな感じでございます。ね。まあちょっとね、男の人からとって軽自動車っていうとね、まあ今でもある意味そうなんだけど、かなり抵抗感があると思うんですよね。まあ仕事でその軽トラ使ってるとか、まあそういった以外ではね、ちょっと、こう、男の人が普段で乗る車で、軽自動車っていうのは、ちょっとかなり抵抗感がありますからね。で、そうすると、まあ、基本的に私の考えでは、基本的にちょっと男の人が軽自動車に乗るっていうのは、残念だなっていうのが、まあ、あるんですよね。どっちかっていうと、確かに軽自動車ってね、いいとこぼりばっかりだからね、小さいし、燃費がいいし、その、維持費が安いし、みたいな。だけど、もうちょっとこう、男なら、もうちょっと男っぽさを出してる車に乗ってほしいなっていうかね、こう、軽自動車っていう選択ではなくて、もっとこう、普通車の中でもちっちゃかいのがあるから、まあ、せめてそういう車に乗ってほしいなっていうのがあるよね。軽自動車乗ってますって言うとちょっとね、まあ、ちょっとこう、例えば彼女ができてデートしようってなった時に、彼氏が軽自動車乗ってやってきましたっていう。ちょっとな、みたいなな。もっと軽自動車じゃないのがいいなと思うんですよね。で、こういう風にね、インテークのスポイラーとかね、あってね、こういう風なのができたよっていうことですね。でもまあ男の人でもまあ、こういう風な、まあ男っぽい車というか、まあこういう車に選ぶこともまあできますよっていうことだったんですね。こういう風に、まあパーツ代とかいろいろかかりますが、まあそれともこういう風に、パーツを選んで、取り付けるということがまあできますよっていうことですね。工事と、トランシーバーって昔ありましたね。懐かしいですね。こういったものもね、車のね、付属部品として付けられたんですね。トランシーバーなんだがね、ありましたね。で、こういう風に、走っていくわけですよ。これ一番はミラーですよね。で、後ろが、プジョーかなんかと思います。その後ろがミニクーパーだと思いますね。で、こういう風に本気出してると気持ちいいよっていうことです。ある意味、このミニとかプジョーのには負けませんよっていう、そういうまあ普通車には負けないですよっていうところをこうアピールしたかったのかなっていう感じですね。うん、で、まあ、こういう風になってて、サスペンションなんかも、まあ、ミラーがね、ダイカツが進めてる、まあ、こういうサスペンションなんかも選ぶことが、シャフトサスペンションだとか、ここ部品なんかも、パーツでね、選ぶことが、まあ、できますよ、ということですね。で、おしゃれと楽ちん、両立のテクニックはお手の物ということですね。こういう風になっています。
オーダーメイドとかね、コーナーセンサーってのがね、あってね。コーナーセンサーってのは、こう50キロ範囲、これは20キロ範囲かな、なんて言いますけど、こうね、曲がったりなんかしてぶつかりそうだなっていうと、昔はすっとぼけてましてね。昔は人をバカにしてるようなところがありまして、建物とか、まあ、木とかにぶつかりそうになりますと、ピピ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 とか言い出すんですよね。ぶつかりますよ、みたいな、感じだったんですね。で、それで知らせていたということですね。で、昔はこういうふうにウサギちゃんをこうつけることもね、まあ、できますよ、みたいな感じで、こういうふうに、なっています。まあ、基本的に皆ってのは、まあ、男が乗る車というよりは、女性用の方に乗っていただきたいなっていうところが、まあ、あるかなっていうところですかね。で、もう手放さない、オートで嬉しい快適ドライブということでね、まあ、こういうふうに、なっております。で、こういうふうなね、まあ、あれですね。まあ、お年寄りになりますと、もう軽自動車で言うわみたいな感じに、なってね。まあ、なんでですかって言ったら、やっぱりほら、お年寄りになったこと、車好きの人たちかと、車好きの年寄りだからってこと、ほら、もう若い時いろんな車乗ったからね。もうそれこそ普通車乗って、ね、ワゴンも乗ったし、スポーツカーも乗ったし、ありとあらゆる車乗った。で、何しろほら、昔は車をどんどん借り換えたって、そのぐらいのお金なんてのは苦労しなかったからね。もう現金一つでバーンって買えたから。だからもういろんな車乗り換えたんですよね。10代、20代、中には60代、70代とか買えたって人いるけど、もうそんなに大きな車を、いろんな車に乗り換えても、まあ、まあそれでも結構余裕があったという時代でしたからね。で、そうすると、まあ、いろんな車乗ってきたから、まあ、最終的には、まあ、軽自動車でいいわい、みたいな。で、それで、そういう方に、まあ、ある意味、おすすめしますよ、みたいなところもあるんでしょうね。で、こういうふうにね、なってね、そういう機能なんかも、まあ、できるということですね。まあ、本当にね、軽自動車ってのはね、コロコロの軽自動車っていうのは、今、軽は白くなったからね、だいぶちょっと感覚的には少し変わったかなってところもあるけども、昔は、まあ、小学生の時なんかはね、軽自動車っていうとなんか大きいなーって感じだったんだけど、今にして昔の軽自動車を見ると、軽ってこんなちっちゃかったのみたいな、こんな狭かったんかみたいな。そういうところがありますね。これ私的にはね、狭いやつって嫌なんですよ、すごくね。なんだこの狭さはっていう。背の高さはいいとしても、その横幅ですよ。これが非常にね、ムッとくんです。私とかね。だから、ちょっとね、選ぶにしてもね、軽自動車っていうのは、まあ仕事で使うならいいんだけど、仕事以外で使いますってなるとなっていうのはちょっと考えますよね。で、小物使いでギタリと光る小さな車ということで、こういうふうにいろんな小物なんかを、まあ、置くことができるっていうことですね。まあ当時ね、の軽自動車ってのはまあ、どっちかというと女性の人に乗っていただきたいっていう、まあ昔から大活ってのはそうですね。男性のお客様に来ていただきましょうっていうよりは、まあどっちかっていうと、まあ大活スズキ、まあ軽の二大大手って言ったらそれになりますけど、まあそういうところはどっちかっていうと、女性の方に、来て、乗っていただければ良いかなっていうところがありますね。で、アクセサリーで走るオフィスという感じでね、こういう感じで、今日も一日よろしく頼むという感じでね、まあ仕事用の、車ということにもまできるということですね。で、こういうふうなね、ものですね。で、こういうふうに CD とかチューナーとかね、まあ、つけることが、まあ、できると。こういうふうにテレビなんかもつけることができるってことですね。
で、こういうふうに、ね、なっておりました。で、まあ、これもやはり同じ CD とかそういうチューナーとかを、まあ、つけたりできますよという感じですね。こういうふうなね。まあ、最新のナビゲーションで当時言ってるんだけど、今にすると突っ込みどころが多くてね。近道ですよとか言いながら、必ず国道通れってしつこいんですよ。県道通ると許されってところがあって、ね、次期国道に行ってくださいとか言うんですよ。もう、なんでですかって言ったら、国の道路だからって答えるんだよね。だから国の道路だから、国道が一番優れているんだと思ってるから、県道なんか通ってたらね、それは近道じゃありませんみたいなことを言うんだよね。だから国道の方が一番近いんですみたいなところがあって、でそれで必ず国道を通っていけというね、いう指示が出てくるんですね。でしかも遠回り、近道ですとか言っておきながら遠回りをさせようとするね、もうそういうナビでございました、昔のナビってな。で、こういうふうなね、ものがありましたね、はい。で気根もしっかり基本アイテムということでね、こういう風になっております。まあ、これが以上のミラという形なんですけどね。まあ、今のミラはね、昔に比べてちょっとだいぶおしゃれ感になってきてね、ミラービーぐらいが出てきてぐらいからがね、市場にちょっとこう、よりおしゃれになってきて、この時代までは確かにおしゃれなんだけど、まあ、外見だよね。外見なんだけど、例えばドア閉めた時にバーンと音だったりとか、まあ内装がちょっと 安いなみたいな、うん、もういかにもその経済的でお安いですよみたいな感じだった。ところがミラが2000年代ぐらいに入ってきてぐらいからだんだんちょっとこう、もっと高級車が欲しいっていう、まあお客様の要望に応えて、まあそういうミラも、軽自動車ではあるけども、まあその高級車にこう近づけるべく、どんどん外見もおしゃれになってきてるし、内装もまあ高級になってきて変わってきたんですよね。でそれで今の軽自動車にまあ至るわけだから、今の軽自動車っていうのは昔の軽と比べて大変その内装もおしゃれになってきて高級感が出てきていて、で今の普通車とそんなあんまり変わるところがないんですね。この頃の時代の軽自動車っていうのは今の軽自動車と比べて普通車にしかある設備があるけど、軽自動車に乗り換えると普通車に当たり前にあった設備が軽自動車ではオプション扱いですとか、そういうのが結構あったりしたんですね。でそれでちょっとこう普通車に乗ってる人からすると、確かに軽自動車って燃費もいいし維持費も安いからいいんだけど、ただちょっと実際にそれをずっとね、車ってちょくちょくほら借り替えるっていうのはよほどのことじゃない限りはね、借り替えるってことしないから、まあそれで5年間乗っていくのか10年間乗っていくのかとかね、考えた時にやっぱ考えるわけですよ。でそれで、なった時に、まあ軽自動車もね、やはりその今もほらどんどん軽自動車ってね、売り上げを伸ばしてきて、今年度の2018年度は90万台以上売り上げてきて、でそれはもうワゴンワールとかムーブーの始まり、 N ボックスとかね、まあこの頃の軽と比べて背の高めのやつで、軽自動車ってのは背を高くすることによって横幅は法律でも限られてるから、でそこは普通車に勝とうと思っても勝てないとこなんですよ。もう横幅が普通車みたいに選べないから、限られてるからね。でその中でまあどうやって背の高さとかそういう質感を出していく、背の高さとか普通車に乗っていただき、普通車から軽に乗っていただきたいということをどうアピールするかって言ったら、背の高さを高くして、そして背を高くすることによって、まあ、快適さ、広さというものを求めていた。でそれと同時に横幅が狭い代わりに、
まあその、ほら、例えば外見とか、まあ車乗って運転するときって結局は、まあ内装なんですよね。で、そうなったときに内装も、まあおしゃれにしますよ、というね、今までの安っぽい感じじゃなくて、もっと内装が高級感のある内装にしますよ。例えば木目をこう使ってみるとかね。まあメッキみたいのをこう使ってみるとかね。そういうふうにして、内装もまあおしゃれになれますよっていう。で、そうすると、ほら、今の軽自動車ってある意味絶賛的ってことは、例えば今の軽で同じ台数で言ったら、このミラの、ミラココアとか、オプティとか、オプティってないな、でもオプティ、あれですね、ミラココットとかね、もうあれなんかも完全に、あれだよね、軽自動車なのこれっていうように、思わせるぐらい、もう、それこそナンバーをね、今こうオリンピックに向けて、昔の軽は黄色ナンバーしかなかったけど、ちょっとあれ紛らわしいんだけどね、白ナンバーみたいにすることもできるから、まあそれらしいってれば、これ軽自動車なの？っていうふうに何度も聞かれるぐらい、違和感がある。ある意味、いい意味で違和感がある車を、まあ、作ることが、まあ、できるということなんですね。だから、まあ、当時のね、この頃の軽自動車っていうのはちょっと、あんまりちょっとなっていう、私だったら申し訳ないんだけど、自分だったらかなりストレスが溜まってしまうというかね。横幅は変わらないし、小さいし、線も高くねえし、で、内装がおしゃれかなっていうと、どっちかっていうとこう、なんかこう、おしゃれはおしゃれではおしゃれではないわけではないけど、もっとおしゃれ度がもっと足らないなっていう。もっとこれ高級車にしていかなきゃいけないだろうっていうね。だからある意味その軽自動車が売れてくる理由っていうのは、エンドボックスなんかも高級車にね、ある意味なりましたけど、そのもっと軽自動車が高級にしていかなきゃいけないんですよ。結果的にね。だって横幅で勝とうと思ったって無理があるわけだから、そしたらその中でどうやって長く愛用していただけるかってこれ考えたら、まあ、より丈夫で、より安全にすることはもちろんだし、より燃費を良くしていくということももちろんなんですよね。ただその上で、より長く乗っていただくためには、より高級感、高級車にすると。まあ、こういうものですよね。だから私はね、じいさんになるまで生きてるのか知らないけど、仮にじいさんになるまで生きていたとして、車を所有できていたとしたらね、ちょっとね、地味な車だけは嫌ですな。まあ、車に限らず家具でも何でもそうだから、何でもかんでも地味地味は嫌だね。もっと地味地味な人生を送ってる人って地味地味な人生になるから嫌なんだよ。だから、もっと地味な人生は嫌だからさ、もっと派手なさ、なんだよね。あまりにもこう、質素倹約、質素倹約みたいになるとね、こう、何のもいいこともないからね。だから、いくらちょっとこう倹約して暮らしていますというのはわかるけど、倹約して暮らしている中であるからこそ、その中でどうやってそのおしゃれ感を出していくか、どうやって高級感のものを維持していくかというね。ある意味、無茶ぶり言ってんじゃねえって言われそうだけど、無茶ぶりでようでいて、実は無茶ぶりじゃないというね。まあそういうふうなところにこだわって、やっていければいいかな、なんていうふうなね、こう考えているというところが、まあ私の中ではあるけどね。他の人はどうだか知らないですけど。ただまあ、軽自動車はこの時の比べたら、今の軽自動車のミラーなんかは、非常に高級車になってきたね。昔らオプションですよ、普通車にはついてないですよっていう設備が多かったけど、今は普通車も軽自動車も変わらなく快適に乗ることが、より快適に乗ることができるようになって、そしてこう、おしゃれになってきて、高級感が抜群にこう違ってきたもんね。だから、確かにこれならば、昔クラウンに乗ってました、エルグランド乗ってました、アルファード乗ってましたっていう人でも、違和感なく軽自動車に、まあ、ある意味乗ると。横幅ということを潰れば、まあ、
違和感なく、乗っていただける。だそこが今の軽、こういう日本の素晴らしいところだよね。そういったところに軽自動車の素晴らしさっていうのがあって、そういった中でどうやってその高級感を保っていけるかということなんですよ。だからそこですよ。だから高級車っていうのはいかにもでかいっていうふうなイメージがつくけど、でかいイコールが高級車じゃねえぞと。だからスモールも高級車にすることができる。小さい車でも高級車にしていかなければいけないというそういうね、スタイルを持って取り組んでいってほしいね。だから今のその何自動車っていうのが非常にデザインが残念なとこ、デザインとか内装が残念なことになってきてるのはあれなんだよね。そこが失踪になってきちゃってるんですよ。もう実用だけでいいかみたいな。それじゃあ車好きの人ってついてこないから、車好きの人かとか、まずおしゃれ好きな人とか内装を見てこれがいいなと思う人は来ないからね。そういった人たちにまず見ていただくのは外見だったり内装だったり、そうするとそこにおしゃれも追求していって高級感を持たせてくれる。これが第一条件ですよ。これを第一条件の筆頭に第二条件として燃費の良さ、長く乗れるほど丈夫ですと、これを売りに出していく。だこの2つが揃ってないと今後も軽自動車って販売していくのは難しいなと思うし、あと価格ですよ。それでいて価格があまりにも高すぎると誰も買わない。だから150万円もする N-BOX はいいなと思うけど、値段が150万ですとか、これでいろいろオプションつけたり、ね、他の車両本体以外のものあれこれなると、結局150万超えて160万、170万とかって時期いっちゃうでしょ。下手したら200万近くなる。そうすると誰が200万もする軽自動車買うかって話になるんで、それ考えたら、もっと価格も抑えておこうというね、いう感じで、価格を抑えたい中で、高級車を出していく。だってフィアットやミニクーパーがさ、あんな大衆車って言われた車でさ、あんな高級感出てんだよ。そんで値段も強気な男の価格で出してんだから。じゃあ軽自動車でこれできないですってことは、そんなことはないわけですよ。ね、ベンツの A クラスとか、ミニクーパーとか、フィアットとか、あればもう、ね、大衆車と言われてる車、その中で高級車です。高級車ですよ。じゃあ高級車だからってお値段が高いのかって言ったら、そんな高いわけでもないんだよね。お手頃な、比較的お手頃な価格。確かに値段的にはちょっと高いかもしれないけど、それでも、いや、これはちょっと維持できないですっていうわけのものではある意味ないから、そしたら、そういう車を目指して作れるだろうっていうね、ものができるかなっていうふうに思うね。だから私が言いたいのはそんなようなところかなっていう感じですね。というわけでどうもありがとうございました。